憲法制定議会の議員憲法、制定議会議員委員会は、ロシア内戦中のロシアの反革命分子の政府、チェコ軍団がサマーラを占領した後の1918年6月8日に結成された。コムウチは自身がロシアの最高権威であると宣言し、新しい議会組織の召集まで干渉主義者と白軍に占領された地域で一時的に、 憲法制定議会を代表して行動した。初期、コムウチはボリシェビキに解散させられた憲法制定委員会の5人の社会革命党員から構成されていた。コムウチは自由を回復しと基本行動指針を前へ進めるとする布告を発布した。N シュメラブと v エイブラマブはこれに名前が加えられた。その後、憲法制定議会の社会革命党員が様々に、 訪れたため規模を拡大した。この結果、9月末には、コムウチは96人の会員を抱えるに至った。コムウチの行政機構は、エフゲニーロゴフスキーに率いられた局長議会であった。チェコ軍団の協力で権力をつかみ続け、コムウチは民主的自由の復権を発表した。彼らは公式に1日8時間労働を制定し、労働者や農民の集会を容認し、施設、 工業委員会や運輸連合を放置した。コムウチはソビート法令を廃止し、すべての施設、工場、銀行を元の所有者に戻し、個人企業やゼムストボ、市議会や他の社会機構の復旧の自由を宣言した。地元社会にリップサービスを行いつつも、実際のところコムウチは地主から農業労働者が奪った冬の作物と土地を取り上げる機会を与えた。 コムーチは地主とクラークの財産を守るために軍組織をロシアの農村地域へ過酷な遠征に送った。これらの兵隊は新兵と人民兵と呼ばれる後に戦時動員された人々であった。干渉主義者やクラークからの軍事的支援、赤軍の巨弱性などからコムーチの力は1918年6月から8月にはサマーラ県、シンビルスク県、火山県、 ウファ県、サラトフ県の地域に広がっていった。しかしながら、11月初期には、農民は、コムウチの資産化を優遇する性質を確信するようになり、次にコムウチへの感情は、警戒に変わり、さらに時折反乱を起こすようになった。9月、コムウチの人民軍は、コムウチの占領域の左翼部分での赤軍との戦闘で敗北を喫するようになった。コムーチは、 シベリア共和国と共に9月8日から23日にウファで開かれた国家会議に参加した。170人の代表のうちいくらかは他の小さな地方を代表していた。コムウチは会議の進行中に2つの重大な敗北に苦しみ、9月10日には火山を失い、シンビルスクも2日後に陥落した。この会議の結果、短命な臨時全ロシア政府の設立が決定された。 アレクサンドル・コルチャーク軍のクーデターの後、1918年11月に、ウラジミール・ケッペルによって、拙政府と他の機構は解散させられた。ありがとうございます。